カターレ富山対ベガルタ仙台の一戦をお送りします。舞台は富山県総合運動公園陸上競技場です。安井隆さんです。安井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。キーパー中川、ディフェンスの位置は右からアスケ、金明日、堤、中田、ボランチは野島、長山、2列目は木本、川崎、トップは石田、長谷川です。西野が累積4枚で出場停止、そして欠場が浜野、朝日、カン、ヒョンスと入っていますから、右から菅井、エリゼウ、渡辺光大、パク・チュソン、ボランチの位置に富田と千葉、2列目は関口とリャン・ヨンギ、トップはマルセロ・ソワレス、帰ってきました。そして平瀬です。富山県出身の中島優希、今日はベンチに入っています。どこで登場するかと。2009 J リーグディビジョン2第43節、主審は穴澤勉さん、副審は大川直也さん、高木拓実さん、第4の審判は渡野直樹さんです。パクチソンが持ち込んで中に入れようというところ、ゴール前には3人待っている。富田、リャーン、決まった、素晴らしい。富山戦3試合すべてゴールを挙げているリャン・ヨンギ、いい選手ですね。リャン・ヨンギ、今のシュートなんか中川全く反応できませんでしたね。ここでちょっと寄せるのが遅れたんですが、はい、素晴らしいですね。いやー、素晴らしいシュートですね。素晴らしいですね。ゴールの前まで持ってきて、しかしここから仙台の攻撃が速くなりそう。抜いていく関口、いいボールですよ。やはり速いゴールの前、フィニッシュで終わりですね。伸びた左足、そうですね。いや、今はあの最後は富田が自分でシュートを打ちました。はい、交換、そうですね、石田サイドへ散らしたサイド、ボールがゴールの前に入る。おっと、キーパーの長谷川接触。このプレーです。長谷川が行こうというところですが、微妙ですね。そうですね、林が掴んで倒したようにも見えますし、はい、セットプレーが一つの鍵になる。ゴールの前、シュート、素晴らしい、決まった。同点ゴール、前半木本、違いますね、長谷川です。長谷川初ゴールですかね。失礼しました、長谷川。J 初ゴールです。これでエースが得点入れたことによって、はい、非常にモチベ、ずっと持ち込んで中入れる、キーパー弾いた、こぼれたボール、千葉が、しかしこれはちょっと大きすぎました。ボールですよね、関口、はい、これ関口の、ここに入ってればいいんですよね、はい、キーパーとしては非常に取りにくいボールなんですよね。そしてこのキーパーが弾いたところにちゃんとこうシュートを打つ選手、前出してゴールの前田、シュート、オフサイド、抑えてオフサイドと。堤から木本、ゴール前には長谷川も上がっていくぞ。ここには石田がいる。ゴールはまだライン割っていない。そうですね、中入れた、面白い攻撃でした。バスケ、ここで笛が鳴りました。前半終了です。先制したのはリアン・ヨンギ、そして追いついたのはカタール富山、長谷川、今季初ゴール。思いますよ、2009 J リーグディビジョン2第43節、今季3試合目の出場になります橋田、後半開始早々というところでキーパー交代ということになりました。先ほどのカターレ富山の中川選手なんですが、はい、腰を痛めての交代のようです。とまた面白さかなんですけどね、2人でしたからね、はい、さあ平瀬、ゴール前、マルセロ・ソアレス、
まだボールはあります。富田、平瀬に代わって中原が入ります。平瀬のこの他の選手が上がってきてシュートにつながればというところでした。さあもう一度長山ゴールの前に入れる川崎、中に入れた、シュート、ちょっと当たりませんでしたね。木本さあ今度は仙台の攻撃になります。早いですよ。リャン・ヨンギ、リャン・ヨンギが持ち込んで前にもサラディエラ、シュートだ、走った、弾いた。マルセロ・ソアレスに代わって長井です。千葉からリャン・ヨンギ、そして中にボールが入ってゴールに、まだ仙台のボール寄せて富田、左、もう一度富田、左サイド、パクチソン上げさせない、中にボールを入れてリャン・ヨンギが入れた。しかしここは笛です。富山なんとか守りました。早く攻めたいですね、富山。そうですね、この攻守の切り替え、スーッと走り込んでいく木本、勝負、木本持ち込んでシュート、しかしこれは渡辺に当たった。いや渡辺、いい中田が一列上がりますね。そういうことですね、はい、中田ポジションが一つ前になりました。そして長山、スーッと入れて木本、ゴール前には石田がいる、そして奥は走る、決まった、すごい、海の苦しみを突破して1点決めて、その後すぐ2点、いやー嬉しいでしょうね、この得点は。しかも長谷川持ち味のヘディング、ドンピシャでしたね。妹のクロス、そして長谷川、手前にも石田がいてということで、非常にいい形でカタールといえば攻撃をしました。ゴールの前に持ってきた、シュート、クリアしていた、クリアしていた、あーゴールか、ゴールです、同点ゴール。あー石田いい反応したんですがね、入ってましたかね。ゴールのこのエリアの中に入っていました、渡辺シュート。そうですね、長谷川も懸命に足を出したんですが、こぼれ球ですね。ちょっと予選でやっぱり遅れましたかね、はい、最後は渡辺の右足、同点となり、仙台は富山県出身中島優希、こういう、まあ、気持ちのぶつかり合いになると思いますよね、はい、しかも富山としてはあとボールが出ていく、シュート、いやー決まった、中島また決めた。いやー得意のスピード生かしたワンツーからの突破でしたね。決定力ありますからね。そうですね、はい、狙い通り交代した選手が機能しました。手倉森監督もバッチリ当たりましたね。仙台逆転、誰ですかワンツーは、関口とのワンツーですね。いやー中島体力十分、走り込んでこれで富山戦は入ります。はい、中田洋平に代わって今井が前まで、ですね、はい、持ってくることができます。長谷川、いや合いませんでした。中島、ここで試合終了、83分中島、またしても地元の凱旋ゴールを決めました。